はい、皆様どうも、マフロです。それでは、ゲリ姫の方、やっていこうと思います。どうぞ、よろしくお願いします。はい、今日はね、こういうステージが出ております。ここなんですけどもね、以前、ちょっとやってたような形跡があるんですけども、はい、ちょっとここをやってみようと思います。ランク5だけね、やってない感じなので、かなり初期の方に、クリアできずに放っておいた可能性がありますね。そんな感じなのでやっていこうと思います。はい、アイテムは全部取ってるみたいです。では行きましょう。はい、今日はね、金箱の人を使わせていただきましょうか。はい、混沌のゆまさん使わせていただきます。自分も金箱ですね。それでは行ってみましょう。さあ、スマホを変えてから多分やってないと思うんで読み込みが入るかな。そんな気がします。あ、やっぱり、どんなステージか全然思い出せないんだけども、どんなステージだっけな。まあ、見れば思い出せるかな。いや、思い出せねえわ。どんなステージだっけ。あ、ベネットさ、うん、雑魚が続いて最後はボスって感じなのかね。あ、ここで終わり。ひょっとして、いや、これ見ても覚えてねえな。よし、あ、でもそんな強くないわ。これいけそうか。あ、まだ続く。よし、今のがボスじゃなかった。こやつがボスかな。よいしょ。あ、でも勝てる勝てる。よし、これだったらテクニカルも大丈夫じゃないかな。でも金箱一つしか出てねえや。よくやったわ。はい、口にゲットしました。どんどん行きましょうか。あ、テクニカルバトル解放ですね。それではランク6行ってみましょう。はい、カルテさん使わせていただきます。レッツゴー。大冒険。さあ、まあサクサクと行きましょう。大丈夫そうだよな。フィーダー世界になり最後ガーンって上がったりするかも。今までのパターンですと。よいしょ。まあでもこの感じだと初期から全然やってなかったってことは、初期のステージってことはそこまでレベル高くないはずなんだよな。
なのにランク4で止まってたってことはよっぽど初期のはず。よし、これやるの忘れてたっていう可能性も、ありえますけどもね。アイテムなんか6なん出てないような気がするもうちょっといいの落としてくれよな。そしてもうちょっと経験値をくれ。それではランク7。はい、じゃあ真田丸さん使わせていただきましょうか。これラグナロクオデッセイエースのあれなのか。でもすいません、ラグナロクわかんないですよね。名前は聞いたことあるけどやったことないです。逃げた。そういえば次の覚醒食って何でしょうね。僕らで予想しておきますか。いや、予想というより希望メカニックがね、全く俺プラスなくて、で覚醒できなかったのでロボ作れなかったので、できたら次覚醒色できるプラスを持ってるメンバーがいいな。個人的にはギャンブラーか怪盗あたりが嬉しいかな。お金稼げるね、やっぱ覚醒色がいいですよね。ドレス鍛えてたらあっという間にお金なくなるし、やっぱお金を稼ぐ、いっぱい稼げる覚醒がいい。希望します。はい、それではランク8ですか。いってみましょうか。金麦さん使わせていただきます。そうで話戻りますけどね、でも怪盗とかギャンブラーってどういう能力になるかな。怪盗、お金に換える。いや、そんなわけはない。絶対怪盗、怪盗って何ちゅう名前になるかな。まさかルパンとかにならないだろう。いるしね、コラボでね、ルパンキャラ。怪盗なんだろう。変身できる。そんなわけないよ。怪盗何面相とかなかったでしたっけ。あれは違う。ギャンブラーもね、上位千歳さんがいるわけで、どうなんだろうか。よし、想像つかんな。まあとにかくお金稼げる覚醒にしてください。本当に常に金欠ですから。ハハハ。
お金持ってるように見えますけどね、データ的にはすぐなくなりますよ、あんなもの。ドレスのラン強化できるよみたいなマークだらけですね。まあ、それ次々強化していくとあっという間ですよ、本当に。経験値はやっぱ使わなきゃもったいないからどんどんつぎ込むんですけど、あと強化石も全然ないんですよね。最近土日サボってたから。おっと、そういえばスフィア忘れてたこれとどめ刺しとかないともう日にちないんだった。さあ、じゃあここは会心の方を使わせていただきます。元地さんですかね。ビッグハウスさんとかは回避ですよね、これ。はい、一番高い元地さん使わせていただきます。で、自分もデッキ1でいっちゃいましょう。いやー、スピア忘れるところだった。やばいやばい。スピアね、バグがあるかもしれないということでね、ずっと、もっとだいぶ前には倒せる感じになってたんですけど、キャプテンがね、うちいますからね、それでだいぶ削ってたんですけど、バグの件が落ち着くまで、保留にしておりました。でも、今回でもう大丈夫そうという、ことで教えていただきましたので、しっかり登録させたいと思います。さあ、覚悟しましょう。キャプテン頼みます。よし、来た。よし、これであとちょっとだめ。さあ、でもここで一つ疑問が、これキャプテンでとどめさせんのかな。ハートがなければもちろんダメージで与えれる。いや、そうじゃないとポンコツすぎるでしょ。あ、姫じゃないからダメ。スパイクさんが犠牲に。傷つけてとどめもさせないって言ったら最悪でしょう。ここはウマちゃん頼みます。よし、姫来た。どうよ、とどめさせちゃってください。マジでとどめさせれないの、こうやつ。ちょっとありかよそんなのこれちょっとやばい空気になってきたよ。トシさんお願いします。いやー、ここで絶命灯出してほしかったな。いやー、ちょっと空気やばいなこれおい、姫出てんだからとどめさせよう。ダメやん。で、元地さんまで、元地さんにまでとどめさせそうな勢いになったけど、ね、いやー、これちょっとヤバきちなく、やっつけろ。ダメかー。わあ、これヤバいなー。刺しちゃうよ。姫じゃないけど。あー、やっぱ当たってる。あ、大丈夫だった。切ってくれた。あ、倒した。おー、いけたいけたナイスとどめ。ちょっとキャプテン、これここぐらいしか活躍場ないんだからさ、とどめぐらいさせるようになろうよ。ほんとさ、どういうことよ。もう討伐のお菓子です。
いやー、がっかりだな。称号もらった。おお、これメンバーなの？メンバー。あーでも範囲狭いな俺。そしてくす玉っぽくいなくなるの。いやー使えなさそうだけど。あ復活するって書いてあるね。いやどうなんでしょう、レベルも上げなきゃいけないんだよね。使おうと思ったらレベル上げて使えないとかシャレならんのだけど、とりあえず放置だな。はい、じゃあ続きやっていきましょうか。でも金箱の人がもう船では、コウジくんさんしかいなくなっちゃいましたね。はい、じゃあ使わせていただきましょうか。自分戻してと、金箱じゃなくてプラチナでいきましょうかね。いやー、しかし参ったスフィア。ちょっとあの辺直してくんねえかな、運営さん。ただでさえ味方をやっつけるから評判悪いのに。大冒険の始まりよ。ほれ。ほんと、なんとかしてください。パパッとクリアしちゃいましょう。よいしょ。でけえな、よく見えてね、こいつ。飛んだ。するべさ。よいしょ。まあ何度も言えば最初にですね、静止なそうだし、最後だけドーンって上がったらちょっときついけど。よしよし。さあラストもらっちゃいましょう。結局出なかったのか。いや見るの忘れてたけど、金箱の方で行かせてもらいます。じゅんさん、このまま行きましょう。ああそんな高くないね。よいしょ。さあさっさとプレイしてガチャでいいの引きたい。むっちゃ引きたい。
でラストじゃ。とどめちゃい。これでいこう。あ、最初悪かったけど倒せた。まあいいや、金箱いっぱい出たから。まあでももうアイテム集めるもんないね。達成報酬もないもんな、ここはな。後から追加される可能性はあるけど。はい、なんとかクリアできました。それではガチャを回して終わろうと思います。今は何のガチャかな。そう、ハロウィンちょっと諦めきれねえな、こやつ罠な気がするがね。やっぱりドレスが欲しい。126ですって。大成功しなきゃダメなんだよね。でもね、さらに当たっても、まあいいや、これいってみようと思います。お願いします、来い。ちょっとこれこの前と一緒じゃねえんかよ。武器罠だった。なんかこの前と一緒のような気がする。もういいや。はい、それでは今回はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。